はい、どうも金子貴俊です。高パパご飯ということでね、 YouTube でちょっと始めてみようかなと。まだ何にも編集のことも分からず手探り状態なんですけれども、まあちょっとこのご時世ですから、お家で楽しむ一つとしても料理なんてのはいいんじゃないかなと思いまして、ちょっと撮影してみたいと思います。さあやっていってみますかね。じゃまず玉ねぎみじん切りですね。ミニトマトは、これは2等分ですね。アボカドを切っていきます。アボカドはスプーンを使ってね、ここを、端からこうスーッとね、皮に沿ってね、スプーンを滑らしていく。よいしょ。はい、取れましたね。はい、はい、きれいに取れたらこれ切っていきます。はい、まあね、食べる分、食べる大きさにね、食べやすい大きさにね。はい、 OK。 はい、レタスはまあ食べやすい大きさに切ってもいいし、このままいってもいいけどな。食べやすい大きさに切りますか。ちょっとね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。では、タコライスのひき肉を作っていきましょうか。まずね、オリーブオイルに、ニンニク。ね、いいですよ、元気が出てね。さあ、そこにちょっとね、温めて、これで撮ってるんですよ、料理。まだうまく撮れないからね、どうやったらうまく撮れるのかね、ちょっと誰かに習わないとですよね。よし、はい、ちょっと香りをね、移して、そこに、はい、ひき肉とか、ちょっとね、肉感をね、ゴロッとね、出したタコライスにしたいと思うので、あんまり炒めるときは、いいじゃない。ちょっと焼き目をつけていきましょうね。玉ねぎを入れて、玉ねぎとひき肉に火が通ってきましたら、調味料入れます。ソース、今日はですね、ウースターソースなかったんで、タコライスだけにたこ焼きソースを使ってみました。果たしてどうなるのか。さあ、続いてケチャップ、
よいしょ。で、最後に、カレー粉。と、醤油少々。よし。よし、じゃあちょっとね、お好みで胡椒をね、一人で何やってんのかな、ほんとかわいそうなことに今子供たちテレビ無音で聞いてます申し訳ない。よし、いや、いい感じになってきたね。さあ、ちょっと味見してみようかな。味見してみよう。おお、どれどれ、おいしい、おいしいじゃん。何っぽいっていうのかな、まあ味はハンバーグっぽいね。やっぱちょっとたこ焼きソースだとちょっと甘くなりすぎるのかな。でこれちょっとチリオイル入れるか。でも子供はな、辛いのあれだからな。パプリカパウダー入れてみる。パプリカパウダー辛くないからな、ちょっと入れてみよう。これちょっと変わるかな。あとはお好みでね、食べるときにあれだね、チリオイルを入れるだね。うん、ちょっとだけ、めっちゃうまい、めっちゃうまい。ああ、これ食べるの楽しみですね。よし、したらあとは盛り付けでーす。じゃあね、まずレタスをね、チリチリチリとチリチリチリと散らして、でトマトをね、パラ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 、はい、トマトパラパラ、よいしょ。でアボカドを、はい、ちょろちょろちょろっと、よいしょ、やって、その真ん中にひき肉を、でここにね、ちょっとねポイントでね、まあ普通にね、そのまま溶けるチーズ使ってもいいんですけど、ちょっとピザ用チーズをね乗せちゃって、ちょいセクシーなねトーチを使って、完成です。